7月20日に開幕した 2023FIFA 女子ワールドカップ W 杯オーストラリアニュージーランド大会は各グループステージ第2節の試合を終え熾烈な順位争いが繰り広げられている28日時点。中でも注目のグループ E は歴代最多優勝を誇るアメリカと FIFA ランク9位のオランダを含む。2019年に行われた前回の女子 W 杯フランス大会では 決勝戦でチャンピオンの座を争った因縁のコンビだ。その特別対決が27日に行われ、結果は1対1で引き分け。見えてきたのは、絶対王者アメリカのトップ交代の兆しだった。リベンジを惜しくも逃したオランダ。前回の女子 W 杯フランス大会決勝戦、オランダはアメリカから1点も奪うことができず、0-2という悔やまれる内容で敗退。 その屈辱から4年後の今大会では立場が逆転したと言えるほどアメリカが押され気味の試合展開となった。27日に行われたグループ E の第2節。試合前半16分過ぎ、先制ゴールを決めたのはオランダだった。MF ビクトリア・ペロバ、アーセナルウィメンが送り出した速さのあるクロスから、MF ジルロード、マンチェスター・シティ・ウィメン、 が鋭いミドルルシューートトで相手のゴールネットを激ししく揺らしたアメリカが先制点を奪われることは近年の試合では珍しく、アメリカ代表のストライカー FW アレックス・モーガン、サンディエゴ・ウェーブ、モイタでの表情を見せていた。その同様か、アメリカのプレー全体に荒削りな動きが目立つようになる。アメリカは試合全般を通じて FW ソフィア・スミス、ポートランド・ソーンズの巧みなボールさばきから、 攻撃の糧となるモーガンへとつなぐシーンが多く見受けられたが、相手ゴール前で分厚い、オレンジ色の壁にぶつかりシュートを生み出すチャンスが今一つ作れない状況。焦りと苛立ちが募る中、ファウルの数も次第に目立つようになり、後半戦も中盤に差し掛かった頃には両国のキャプテン同士が言い争いをする場面もあった。結局試合は一時中断となり、 主審を担当していた山下義美審判員が必死に説得する姿も見られた。だが、ほどなくしてその苛立ちはアメリカチームを牽引する力へと変化。ラの焦りが MF ホランのヘディングシュートを生み出し、メンバーを鼓舞する結果になったとも言える。今回の試合では、そこに行き着くまでに時間を要してしまい、勝利することは叶わなかった。 王者ゆえの大きなプレッシャーをうまく味方にできるかが、アメリカの運命を左右するポイントになると言っても過言ではないだろう。ノックアウトステージは番狂わせの予感台、今 w 杯開幕から現在までに終了した試合の中で見どころだったのは、23日に行われたジャマイカ対フランス、グループ F。 フィファランク43位のジャマイカが5位のフランス相手に1点も取らせず0対0で引き分けに落とし込むというミラクルが起こった。ひょっとすると今年の W 杯は、全体的にフィファランキングが大きく覆る内容となるのではないか。8月からは順次ノックアウトステージの試合がスタートする。それまでにいずれの代表チームもできるだけ勝ち点を重ね、次の段階に進みたいことだろう。 我らが日本女子代表、なでしこジャパンも31日にスペイン、フィファランク6位との大勝負を控えている。スペインは26日のザンビア戦で5-0と圧勝。日本同様ザンビアに大きく点差をつけて勝利し、現時点での勝ち点は両国ともに6。かなりヒートアップする試合になりそうだ。なでしこの緻密な頭脳プレイに期待が高まる。